おじさんの人。皆さんこんにちは、神工房のエンペラです。ゴトです。インゲダミです。ロンです。今回は、ね、私の企画で、以前、まあね、ネット上でちょっとね、遊んだおじさんロイドついにゲーム化、完成いたしました。イエイイエイ。いや、すごい、何この背景ではごまかされへん邪悪さ。ね、おじさんロイド大スパトルレボリューションというようなね、花がなさすぎる。もう全く花がないけどね。まあこの総勢12名になるかな、2、4、6、8、12、まあちょっと2名はシークレットにしてるんですけど、まあなんとなく形でね、さしてあるかもしれないですけど。キャラ、コステラか。コステラごと隠しキャラみたいなね。まあ基本的にはもう対戦ゲームとして作ってるので、ストーリーとかそういうのはもう一切ないんで、まあもう、はい、ちょっとニューゲームからしても特に面白みがあるわけでもないので、まあコンティニューから早速始めるんですけど。まあ、ちょっとね、近代的な感じの作り込みをいたしました。ポケモンセンター？え？そう、ちょっとポケセンをイメージした感じになってますね。なるほど。で、ここ2つで、オジサロイド、まあ、味方、一応味方っていう扱いにはしてるんですけども、先行のプレイヤーはこっちのオジサロイド。うん、まあちょっとシステム上どうしても敵味方に分かれることになったので、対人戦をちょっと組めなかったので、ちょっと無理やり対人戦っぽくしてます。うん、高校はまあ敵のオジサロイドという扱いで、まあこちら側で選択する形になりますね。だから対戦するオジサロイドは、まあ例えば誰にするっていうのをこういうふうに選べます。で、属性もここで選べます。やるね。なるほど、やるね。なので、まあ、それぞれ、使いたいオジサロイドを選択していただいたら、あとはこっちの方で、はい、選択していくという形になっております。はいはい。というわけで、まあもうね、なんか、ちなみにごめん、顔ぐらい適当に差し込んだままできてないんで。いやいや、まあまあ、ね、かわいすぎるけど、実際戦闘始まったらちゃんとド迫力の顔ぐらいになってるんでね。ああ、その顔の方がいいかもしれん。可愛い顔の方が。まあ、お前、それはちょっと違うな。ちゃんとおじさんとおじさんやから。おじさんという事実から見れるの。そうや、まあ。美少女化時代の逆をすんな。そうや、ちょっとな、美少女にはちょっと飽き飽きしたんでね。たまにおっさん。なるほど。どっちかすぎる。早速、まあ、トーナメント形式でいこうかなというふうに思うんですけど。うん、はい。まず、どうしようかな。皆さんが考えてくれたおじさんロイドたちでそれぞれ対戦するっていう形でいいですかね。そう、そうですね。じゃあ、エンペラどうすんの？エンペラどうすんの？あ、もう実は俺も考えて、作ってるので。おい、正しいやつを。俺らの見て考えたんちゃうろうな。あ、大丈夫。ちゃんと、まあ、ある種俺らしいのができたんでね。なるほど。まあ、楽しみにしてください。じゃあ、ちょっとトーナメントを、すいません、ゴッドさん。うまいことちょっと誰と誰が対戦するかだけちょっとやってくれたら助かります、ね。よし、キングダムやろうぜ。よし。お、じゃあ先行後攻はどうする？先行後攻、そうか、先行後攻考えてなかったら、じゃ結構大事。確かに先行有利かな。どうしては貸してあげるよ。いやね、いや、ゴッドに勝たしてあげるよ。お、先行いいのか。あげるわ。お、あざす。じゃあ俺のおじさんロイドを頼むわ。じゃあ先行はこっちやったかな。こっちやな。何？偶像配信。偶像配信型おじさんロイドや。丸×どっちしますか。バツ。まあ偶像。どうしたどうした。ぶっちゃけ属性なんかどうでもいいからな。おお、なるほどね。まあ、言うな、お前。言うね。言うな、お前。関係ない。言うね。おお。あるよ。あるか。では、キングダムさんのは、一撃特化型。一撃特化型。え、何怖っ。属性は ?DT は。どちらもいいよ。OK。おー、はい。なるほど。で、じゃあ、早速、戦闘を始めましょうか。はい。
標をどうすると、一応まあ属性超えて確認することもまあできるんですけども、お前やるわ、ちゃんと作っとるわ、ちょっと一応ちゃんと作りました。では早速戦闘始めます。では行こうか、では行こうか、決戦のバトルフィールドなんか聞いたことあんのKBF じゃないよではおじさバトル、おじさバトルファイトなんかあっちょっとぐらいがきついわこの絵無理やわ、偶像配信型とは一体まあ、じゃあどうしましょうか、それはダイスロールで、ステータス、ステータスを見せてください。ああ、そうや、ステータスごめん、あの後でそうやな、ステータス盛り込むの忘れてた。え、でもあれはあんねやろ、チートは。あのごめん、シートもちょっと間に合ってなかったんで、はい、HP だけしかわからん、あ、 HP しかわかんねえよ。まああの後で、まあ実際動画ではちょっと上げときますわ、で編集で何とかします。おじさん B って何、え、5時はい、なんかあったんじゃん、どれどれ、おじさん B、 B T、 あ、おじさん B、 あ、5時や、おじさんビリ、おじさんビリティじゃなくなってる。おじさん BT、 まあいいや。よし、じゃあちょっとまず戦闘行きましょうか。ちょっとその前に聞いていいですか。はい、どうぞ。え、なんで HP 減ってんすか、僕のやつ。100で送ってたはずなんですよ。ちょっと待てよ。にするな、にするな。HP 20なんて誤差やろ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。こんまや、こんまや、ごめん。これ調整ミスや。他のステート使わず弱体化食らってんのか、俺。すいません、うん、俺のミスや。ちょっとこれは後で修正しとく。ごめんな、いったちょっと違うか。ごめん、それでも勝つんがゴッタや。それでも勝つんがゴッタやからな。まあ、見したら、すまねえ。ダイスロール。ダイスロール。2風造配信型の攻撃、あー、ミスやわ、あーターンゲット。さあ次は相手のターンだ。オビサビリティ使用しますか、キングダムさん。あれってど、あ、俺のか、俺は使用する、使用や、あっし、お、どんな発音、ダイスを振る、フェーズに1から5が出たらフェーズに進む、ダイスロール、変身するのか、残念、弱え、ダイスロール、ちょっと待って、4当たらなかった、あ、ミスか、ちょ、1から5で外すことあるんやなかなか珍しいと思うどうしますか、人造配信型、ダイスロール、ダイスロール、いいですね、さあ来い来い、にか、外した。ああ、おお、これは二はバツに40やったはずです。せやね、バツに40。まあここは勝手にもう。あとはもう赴くままに。六。お、これは？何？どういう何どういう？お互いにちょっとベールに包まれすぎてるね。せやね。次ちゃんと見せてからやらなあかんな。正直覚えてない俺。6の効果だけ教えてくれ。6はミスやったはず。あ、単純にか。うん。オッケー。じゃあ、デュエル。ダイスロール。ダイスロール。ちょっと戦闘の前に言わなかった。6! 6! は。ミス。おこれはあの、バツか丸がなかったらミスです。6はミスですね。うん。普通にミスのダイスです。さあ。なかなかお互い決定打のないが、4どうや、4はどうや、ミス、あ、ミスか、ミスか、え、何これ、でも一撃特化型って書いてるもんね、そうやな、だから全攻撃ステータス200ぐらいの一撃がそんなわけないやさあどうやろ、ダイスロール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 、5はミスです、バツ2というのはずなんで、ああ、え、ということは控えめやな、ずいぶん、どこにステータス売ってるんやこいつ、そう、どこぶりかが1来い3 1 かー、あー、ちょ、よし、
け。3もミスか、単純に3もミスみたいですね。多分1に両方に100とかじゃないかな。お、ダイスロール、ダイスロール、お願いします。ダイスロール3。あ、おお、よしよし、お前らターンエンド、ある種相性いいかもしれん。3はね、×に30です。3どんどん返していくよ。ミスだ、ミス。ターンエンド。出目悪いぞ。え、ちょっと待って。16% で出るやろ。この一撃特化型オズサロイドの HP 何倍っていう。ね、一撃特化型は、100。100か。え？あれ？ 100 もない。俺入れ替わってたかもしれんな。うん、そうやね。うん、俺入れ替わってたかもしれん、いろいろ。ごめんなさいね。くだったかもしれねえ。おい。ちょっと後で調整します。すいません。数値変えるだけなんで、これ。ダイスロール。ダイスロール！ダイスロール。2はね、バツに40。40。さあ。お互い、刹那の、見切りみたいな感じになってる。あ、2。これはなんでこれカウントダウン。バズに120。あ、負けた。残念ながら。動画配信から何がしたかってお前は。いや、ある意味お互い同じタイプでしたね。まあまあまあ、後ほどわかるだろう。オズサロイド機能停止。勝者、一撃特化型。いやー、いい勝負でしたね。ただちょっと俺の調整ミスがことごとく発揮されたので、ちょっと調整タイム入ります。ちなみに、まあ口頭で言うと、あの偶像配信型の方が丸に100ダメージが1、それが全部×にダメージなので、最初のランダムで属性を選ぶときに、まあ丸になってしまったので、ちょっと長期戦だったのかなと。うん、バツやったら勝ってたな。うん、バツやったら多分勝ってたな。うん、で、一撃とかオーサロイドはもう両方一撃ですね。1と2、あの丸、1が丸に120か、2がバツに120、うん、現状120の攻撃に耐えるキャラクターはいません。なるほど。で、偶像配信型ゴッドのオジサビリティは全てを丸か×に変えるだったので、攻撃か必ず攻撃を当てれたと。ああ、そうなんや。言うなよ。え、いや、だってもう全部、いや、もうお前出番終了した何言ってんのお前。あ、え、3決定戦やらんの。ああ、やるのはやる。うん、ああ、オッケーオッケー。そう、逆に言ったら、あの情報公開するんだったら、オジサビリティも公開しちゃうから、もう出してもいいかなと。OK。で、まあ、一撃特化型は、もう、3段レーンすべて攻略したら、相手を一撃で倒すという形になっております。フェーズ2は？フェーズ2は、1から3が出た場合、次に進む。だから、最終的に全部1を出せれば、相手は知るっていう。非常にギャンブル性の高いおじさんロイドになってます。なるほどね。いやー、ちょっとね、あのこっちのシステム面の失敗が多々あり、大変申し訳なく思います。あとであの貼った方がいいために編集で普通あの編集で貼ってきます。じゃあちょっと一旦あの切らせていただきます。ちょっとあまりにも不具合が多すぎたので、どっちにしろ君の負けや。お、変われへん変われへん。まあ当たった時点で終わりや。そう、あのお互い一撃の攻撃やったから、ある意味助かった、うん。HP はほぼ関係なかったからよくまだよかった。関係なかった。ではちょっとあの調整してすぐ2回戦始めたいと思います。では一旦休憩です。はい。